東武県東武県は、日本統治時代の台湾の作曲家。唐崎矢のペンネームでも活動し、後に、東田明うという日本名に改名した、東園県流単語出身。広東省、花王周鎮平良県から移住した、八家人の子孫。父の東生直が、台湾総督府から、台北市藩学校の漢文教師に招かれたため、3歳で、父に従って、 台北に移住。1914年、高学校に入学した。1921年、15歳の時に台北市販学校に入学し、オルガンやマンドリンなどの西洋楽器に接した。1925年に卒業後に大稲の日清高学校に勤務するが、24歳の時に日本に渡って作曲を学んだ。1930年に台湾に戻り、 大中地方裁判所の通訳を務めた。1932年、文星曲版講師というレコード会社に入社し、大稲行進曲を作曲した。翌年、コロンビアレコードに移籍し、防春風、月夜雨霊などの歌曲を作曲した。1937年、台湾総督に小林製蔵が就任すると、公民化政策が推進され、漢文化曲は禁止された。 暴春風、月夜雨霊などの曲が軍歌に書き換えられ、東武県は大きなショックを受けた。1940年に台北を去り、新築県、林里で小学校の教師をするようになった。その後、健康状態が徐々に悪化し、1944年に肺疾患と新疾患により死去した。東武、建造作品のうち、雨夜花、な春風、月夜雨霊。 四き暮れないの四作品が特に有名で、四曲合わせて四月持ちゅうと呼ばれる。ありがとうございます。